お茶の間のお茶の間様の言う通り。この番組はお茶の間が視聴者のリクエストに応える無茶ぶりバラエティ。お茶の間様の選択が彼女たちの運命を決める。お茶を片手にご覧ください。番組が始まって早くも1年が経過。あの頃メンバーはどんな気持ちでロケに臨んでいたのか、振り返ってあの時の思いを聞いてみたい。というわけで1年前の自分たちを見てみよう。デビュー前に私たちの番組が始まるよって聞いたと思うんですけど、みんなどう思いました？実感が全然なくて、でも番組がこうやって始まって生放送とかもこう何回もやらせていただくようになって、たくさんこの番組をいろんな方に見てもらえるようになって、すごく成長したんじゃないかなって思ってるからこそ、ちょっと1年前の映像見るのが怖い。なんかさ、最初番組出た時さ、 MC の方がニッチさんですってなった時さ、びっくりしたよね、うん、そう、ガチ有名人、そう番組だと思った。そう、はい、ということで、はい、じゃあまず、最初にロケに行ってくれたのは、米村キララと久保田七海ということなんですけど、はい、絶叫がめっちゃ記憶に残ってて、私絶叫乗れないのよ、なんだけど、そう、どでかいジェットコースターに、ね、乗ったのよ、ロケで、本当に怖くて、マジで怖い。キララ本当にダメだから、マジで怖い。ちょっと見てって感じ、本当に痛い。てかさ、はい、今日2人だけじゃないよね。確かに、遅くないですか？そう、ダメ言ってたの。ないですよ。ありがとう、元気になりましたよ。私が指令出したんですけど、はい、いくつか、はい、その中の一つが、はい、あの藤山に乗ってお茶の間の歌を歌えっていう指令だったわけですよ、はい、それもこの二人やっちゃったんですよ。やっちゃった、乗ってきました、朝一で。我々なしでっていう判断で、はい、ちょっと待っていられない。待っていられない。乗りたくてしょうがなかったんだね、はい、すごい度胸があるよね。しかも一番後ろの中で一番怖い。